俺怒った。こたつに入る。マリオコタ、やっていきたいと思います。さあ今回ですね、やっていきましょうか。マリオコタの実況プレイになります。さっきからね、部屋何回も探してんねんけどさ、部屋がないのよ。なんでこれみんなおらへんの。レート2万台の部屋がないねんけど。これなんか全員レート8000みたいな感じだからさ、俺勝ち確定なじゃってんのな。その中でちょっとトップね、しっかり取っていきます。じゃあそれ証明しましょう。なんかさっきから部屋変えてもさ、なんか3人部屋になったりとかさ、全然いい部屋がないっていうね、そういう現象になってます。で今回車クッパシップでねやってます。クッパシップ早いです。やっぱり静江さんと組み合わせて間違いなかったなと思います。よいしょ、切り込んでいった。さあ、うわー、何やと、変なやつに絡まれたな。まあ、全然いいけどね。よいしょ、クッパシップなんでちょっと曲がりにくいな、スピード速い分。よいしょ、カーブもちょっとかけにくいんでね、曲がりにくい分。よいしょ、さあさあ、まあ追いつ、勝手に追いつくと思います、このレート台やったら。さすがに、よいしょ、普通に走るだけで追いつくから。よいしょ、さあもうでもファイナルアップっすか。ここで雷とか来たら痛いな。よいしょ、うわー、来たら痛いな。まあまあ来ちゃったけど、まあ悪くないでしょう。よいしょ、キノコ来い。オッケー、これのグライダー行くか。グライダーきついか。グライダー行くか。グライダーショートカットで天空行く方がいいか。いや外回したらあかんな、これ負けるな。外回す余裕がないんで、ここはもうそのまま生で行きます。よいしょ、はい、通用しません。ということで1位ね、ありがとうございます。まあ、これが格の違いってやつだよ。ほんまにね、部屋がなかなかない。レート2万台入れてもらえたらいいんだけど、ほら、これだとね、さすがに俺買っちゃうよねっていう。3、2、1、ゴー！さあ始まりました。このクッパシップっていう車なんですけども、もうね、スタートの時点でね、ガタ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 ってエンジンの音が違うのよ。エンジンがすごい溢れてるというか、パワーあるのな、この車に。はい、ドン。車体自体にパワーがあるんで、非常に、立ち回りやすい。よいしょ。で、これ部屋変えたんやけど、どうやろう、レート台どうやったかな。レート台ちょっと分からへんな。ゴールしてみないとレート台が分からへんので。よいしょ。ぴょーん。多いね。クーパーシップ早いな、やっぱ。ジャンプが伸びてるってことはやっぱ早いわ。中途半端やな、これ1位がな。ロングキラーも行かれへん1位やし。よいしょ。おい。さあ、このキラーでショートカットで前張り行きますか、じゃあ。前張りしてもどうせロンキラー座れんの分かってるともう行くしかない、分かってても行くしかないって辛いよな。よいしょ、はい、ナスリスケ行きます。よいしょ、早いな、早い早い、トゲゾ行ってんな、トゲ譲り不成立。よいしょ、トゲ譲り不成立です。オッケーオッケー、あいつチンタラチンタラ譲ってるから、もっとキラープレイって言ってバックしてこなあかん、あいつチンタラチンタラ譲ってたから。さあ、ウルトラミターまで出えへんのな、いつものスケルトンみたいに。スーパーで十分、もう車体にパワーあるから無理にウルトラ出さなくてもスーパーミターで十分ですね。よいしょ、逆に遅くなっちゃうのな、そのウルトラ出すのに時間かかるから。よいしょ、さあここのショートカットをしっかり決めましょう。雷なしでお願いします。お、しかも赤化粧入ったの今、パックンで赤毛車入った。後ろ赤さんかな、めっちゃ引いてんな。ウキャ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 、プラス赤が負けすぎやな、これ。うわーうわー嘘だろ、おーしないしないです何その特大フラグ回収何これ、ほんまにそれなってんけど。あー、レート帯はちょっと低いか、また部屋変えますか。3、2、1、ゴー。さあ行きましょう。またレート1万台ぐらいのところにね、掘り込まれました。あ、なんで2万の俺をもっと高いところ入れてくれねえんだよ。よいしょ、マッチングシステムがね、ちょっと甘すぎて、どうしてもその近いレートとマッチせえへんってなんでやねんな、そんなゲームちゃうやろ。よいしょ、まあここもね、当然のようにトップを取っていきたいなと思います。よいしょ、よし、コインを回収し、定石通り立ち回るだけでも勝てますから、普通にその自分の持ったその
走る能力を発揮するだけでもいけるんで、よいしょ。基礎テクニックでも勝ち当てるからね、そのこの人たちには。おっと、ここで俺を集中砲火するつもりか。でもレート高いのはバレてへんはずやからな。よいしょ、まだ入ったばっかりやから俺が高レートだっていうのはバレていない。よいしょ、この中で一番高いレートだってことはバレてないので、まだ狙われにくい。よいしょ、さあインコース切り込んでいった、ボムヒスナイフ。さあバナナを展開していき、さあクッパシップに乗っているピンコールピーチおるな。さあバナナなすりつきプラス味噌汁プリンに対してバナナをなすりつけていくか。やばいな、前がちょっと前が離れちゃってんな。よいしょ、さあ赤さん、赤さんがすごいな。これショートカットなしで赤いゆっくり打っていこうか。トゲいったな、はいドーン、よし、はいドーン。さあ皆さん止まってますね、前が止まってますよ、展開的に。大丈夫、ドーン。これリカバリーダッシュボードあるんで、まあまあまだ大丈夫だと思いますけどね。トゲもう一発いかへんもんな、これ。俺があれかな、自主的にやつを破壊しに行くしかない。キノコじゃ勝てない。そう、赤を引いて自主的に俺はやつを潰す。オクトーバーよ、お前オクトーバー、やつの首は俺が取るからよ。くらえ、赤来い、よし来た、いっけ。さすがにダブル防御持ってねえだろ。よいしょ、え、持ってんのマジで、そこダブル防御持ってるあんた、やるな。乾杯だぜ。やはり逃げられたな。3、2、1、5。さあ6人部屋になってます。ただね、レート2万台のとこ入れたんで、ちょっとこの部屋居座ってみようかなと思います。6人部屋ですがレート2万台なんで、こういうとこ部屋探してたんで、今ほんま部屋少ないから、こういうとこでしっかり部屋を育てていかなあかん。さあナスリスキル打ってきてるけど、俺はそんな程度では判定もらわないよ。よいしょ、俺のゲーム画面上で当たってたとしても判定もらわへんから。俺は逆にね、ゲーム画面上で判定が絶対当たってるやろっていう方が当たらへんのな、逆に。当たってないやろみたいなやつがなすりつけられて当たるから。うおーい。さあリカバリーでなんとか復帰していきますが、まあここはちょっとしっかり位置付けね、位置取っていきたいと思います。ただコイン余らへんやな、人が落としたコインに回収するか。よいしょ、まあ、まあ後方に下がる分には別にキノコ出るんで、このステージもキノコ強いから全然いいからな。よいしょ、さあいつ赤装備しねえな、大丈夫か頭。まあ、まあ装備間に合ったな、とっさに装備間に合わせようとあいつ。木の市、どうしよう、これ逃げられちゃうよこれ。まあやはり有利やからな、こういう小頭数は。おいグー。さあ何も起こらへんからな、やっぱあんまり何も起こらへん、赤さんとかもなかなかないしやな、基本何も起こらへんから、そのまま行った行ったで終わりっていう、雷とかほぼないからさ。よいしょ、なんだかこのキノコだけでね、キノコのショートカットだけで、うわーこれ後ろ赤持ってんな、俺じゃないこと祈ろう。 OK 大丈夫やな、ヤッフィー言うてんな、早め仕掛けか。もうやめろってガキンチョ、こらしばくぞ。よいしょ、一番腹立つんだよそういうガキが。よいしょ、ほら食らっとけやお前、ほらほら。あ、まあ OKOK、 これであとは人が入ってきてくれればね、12人部屋完成するんで。3、2、1、5。さあ12人部屋完成してんな、ナイスナイス、いい部屋見つけたぜ。さあこういうところでトップをね出し抜いていきたいかと思ったけど、まあまあまあなすりつけられていく。ほらドンキーお前じゃ、あ違うやつに当たった。まあ当ててね、コイン回収するっていうのは目的なので、よいしょ、別にいたずらするのが目的ではない。よいしょ、これミラーかな、ちょっとコーナーの入りに違和感、にじれマンションミラーかな、コーナーの入りに違和感覚えるな。さあ早い、さあ悪い時に食い下がれるか、このクッパーシップという車。さあここシングルアイテムでしっかり握っていって、空中コイン、これキノコどこで使います、持ち越してもいいなこれな、キノコ持ち越して、であのねじれマンション特有のあそこ行こうや、紫ターボがかっこいいところ。おおバックスナイプか、やはりラインをそらしておいたよ、そういう時のためにね。ここでキノコ行きます、よし、みんなキノコ持ってる、でウルトラミターボと、うわうわうわ
よいしょ。あ、バラのなすりつけ入ったな。さあ4番手前、おっしゃ、前射程圏やぞ。射程圏入ってる。なすりつけいくわ。え、消えた、あいつ消えたぞ。うわー、ビッグスナイプ。よいしょ。さあダブルバナナはそこにセットしておき、よいしょよいしょ。申し訳ないね、じわじわ使うタイプなんですよ俺は。よいしょよいしょ。いやーいやーもうさあ、おー、それ来るか。浮いてもね、もう十分だろうが、そういういたずらはよ。よいしょ。あえてショートカット行かずにダブル取る作戦です。ここは雷引く。よいしょ。あー厳しいか、厳しい声かかったな。キラーも出ないというね。よいしょ、厳しい声やったな。相当ボコボコされたもんな。さあ雷来い。いやーダメだ、アイテムは引けねえわ。よいしょよいしょ、上がっていった。いやボコボコやったな、もう上がりようがないぐらいにボコボコされた。3、2、1、ゴー。さあミートシティ、これみんなうろついてるから今チャンスやな。そこをついて一気にもう前出ます。オッケーオッケーオッケー、みんなうろついてるから、あの途中のガソリンスタンドまで。うわ早い早い、悪いじゃん早い悪いじゃん、早すぎやろ。コインのそのさプラス悪いじゃん速さで。よいしょ、一気にみんな置いていきよったな。よし、さあコインはこっちはもう集まってますから。ミュートシートステージで、おっとブーメランナックルボーラー入ったね。よいしょ、これ仕掛け遅らせるわ。ショートカット行く必要ない、ダブルアイテムの方がいいわ。仕掛け遅らせてしっかりキノコを確保していく。これ俺やろうな。よいしょ、うえー、よいしょ。ここはガソスタかな。ガソスタで最後のコイン補充といきますか、このレース。よっしゃ。サミュートシティロングキラーあるからね。全然余裕ですわ。よいしょ。まあ、キラー一発いければ。あ、キノさんがきついな、距離的に。もっと極端に下げた方がいいな。極端に下げて、これでキラーいけるわ。お、来た！オッケー！うわー！ロングキラーいかれんわ、これ。よいしょ。よいしょー、落ちるから使うしかねえまあしゃあないな、まあ早め仕掛けってな感じになったけど、まあ、十分伸びたね。はいはいはい、あ、ここあそこもロングキラーなんじゃない。あそこロングキラーや、俺新しく編み出したわ。うん、あそこロングキラーです、俺が編み出した。うん、ロングキラーや、あそこ完璧や。いって、いやこれキラー欲しいな。うわー、シングルライズアタック。あーまあまあ、キラーもいけたからまだマシか。よいしょ、まだマシやけどきついな。前赤持ってるし、投げたか、ナイス。よいしょ、いやーこれは負けましたね。しかしよいしょ、しかしって感じやったな、ほんまに何もできないって感じ。あー、いやー悔しいな。3、2、1、ゴー。さあワリオスのマウンテン、その 200cc か、エンジンの入りがやばい。うん、いきなり手応えが良すぎる。進む進む、車が進む。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。クッパシックのフィジカル負けはなかったか。よいしょ、ターボ回避を遅らせるという処理をとっさに思いついた。よいしょよいしょ、ここはグライダーでいきます。オッケー。さあとりあえずまあ 200cc で一気に踊れるという感じですかね。処理難しいからね、あんまりジャンプアクション入れまくってしまうと曲がりきれないとかもあるから。ああこれめちゃめちゃ噛み合いいいな、めちゃめちゃ噛み合う、気持ちいいわ。 200cc なんでこれ全力突っ張やな、これ全力突っ張。よいしょ、さあトゲ来てんな、早くね。よいしょよいしょ、まあこれはやむを得んというかしゃあないわな。よいしょ、さあ何が出る。あ、緑持ってたもんね、隣の人が、隣の人の緑が怖いが。よいしょ、ほっ、まあここはもう防御を重視しますか、食らったら終わりやし、ここは食らわないことを第一優先で。よし、
と言いつつ食らえ。よいしょ、トゲいった、トゲいった、もう一発。うおぉ、いけ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 、2位浮上、惜しかったな。あの恩兵次第か。まあまあまあ十分粘ったでしょ。スリー、ツー、ワン、グー。サインコース取っていたが、何やるじゃねえか。コインで立ち向かえ、いけ。 SS 取っていた、よいしょ。おー、みんな早い、よいしょ。さあダブルアイテムを取られていく、まあ、それしゃあないといったところでしょうか。おっと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 、おい、みんな早いな、やっぱり。その静江さんがちょっとあかんか、スピード負けしてんな完全に。さあここでダブルアイテムを取れないでいく、まあここまでアイテムなしやな俺。一個もアイテム抽選に参加できないっていう、よいしょ。まあそれはそれでいいのかなと思います。よいしょ、じわじわ下がっていく一方やもんな、アイテム抽選できんとどうしても。でワリオスタジアム、これショートカットろくなやつがないからきついな。とりあえずコインの準備はできた、コインの準備はバッチリだ。あとはこっからな、どういうアイテム展開、あとはもうアイテム次第なんで。よいしょ、おい、よいしょ。さあバナナをしっかり回収していけ、よし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 。ショートカットだってあそこの最後のダートしかなくない。何このステージ、うわー、天空大爆破、めちゃめちゃみんな巻き込まれたな。もうええって、しばくぞ。よいしょ、さあこれで9位か、結構頑張ってきてんねんけどな。さあしっかりと相手もこれ潜り込んでいく、スター来い、スター無理か、前詰まってんな。よいしょ、中途半端に前詰まってるから危な、バナナ天空スナイプ。さあファイアボール、危ない、もうだからやめろって、迷惑行為じゃそんな。うわー、アイテム取れなかった、いやーレースに参加できんし、よいしょ、いややわほんま、コースちゃうもん。うわー終わった、しかめ返しろその瞬間に、うわー、じゃないと落ちたよ。うわー、もう腹立つわ、なんでやねん、無理やん。うわー無理や、終わった。終わった、ダメでした。スリー、ツー、ワン、ゴー。さあ打開して、さあ誰が逃げる、押し出されてるように行ったのは、まあ、結構行ったな、結構行ったな。よし、さあ、うわー自動出発入ったな今、キノコを起動して自動出発、よいしょ。さあさあさあ、ここはコインをね回収することだけでいいですから、まあ、ここも別に回転しなくていいかな、効果なしで生。よいしょ、はい、ちょっとおしゃれにグライダーね、ちょっとフラフラと運転していく立ち回りでいきます。結構どうやろうね、結構、まあ、これ昨日帰ってくるやろ、交換でキラー帰ってきたぞおいしかも誰が先頭か分からんぐらいマップが荒れてんねんけど、よいしょ、いって雷早め来るな、これ受けざるをえんよな、雷食らった方がいいかもしれない、まあ、行くわ。よいしょ、一発いきます、ここ雷回避はなしと、キラー持ち越せるかこれ、次の周回まで持ち越せたらすごいけどな、ロングキラーまで、まあ、それにかけるしかないか、三段なしにかけます今回は。もうやだね、ある程度絞っていかないと勝ち道を。よいしょ、ロンキラー入れてたらサンダー回避できる可能性高いから、よいしょ、ゴー。さあこれでロンキラー注文入れた、ここで一発雷バクチン入ればもうバチームに。雷来るか、ノット雷っぽいな。さあ矢に放たれます、ここで、お結構伸びる、スーパーロンキラー、もうなんでやねん、雷返しろ、無理か今の、その落ちた瞬間にビリビリビリとか、もうふざけんねん、どけ、うわー人のキノコ取られた、マジしばくぞほんま、おら、うわー、もうこいつらマジでいい顔にせえよ、許しがたい、いいのさ。
最悪や、あんだけキラー伸びたのに、キラー終わった瞬間なんか当たるし、おかしない？ 3、2、1、ゴー！ さあ、みんな、左に寄れたところを、一気に、おー！上がれるか？さあ、ここはもうスリップストリーム取りまくれるんでね。風でも、うわー、スコンってなったな、今。上空ルート行きます。はい、上空グライダー。おー、スケボー乗れないで行く。コイン5枚か。ここちょっとアイテム祭りになるからな。あの基本ここもうアイテムみんな取れるんで、アイテム祭りになるから、それで被弾がめちゃめちゃなるからね。だから最後の最終でスタートが持ってたらまで強いよな。無敵保証ですが言ったらもうマジでその狭いのね。しかも車のせいでコースが狭いから、その中で無敵保証とか持ってたらまで強いからね。ただもう今回4番手とかなんで、できればその展開系アイテムバナさんとか二度さんとかその辺持てたら保持した方がいいね。よいしょ。さあここでコイン全回収いきます。これはまあまあ保持で、カヨチンがこれビッグスナイプ、あぶねえ、お前やめろやめろよやめろよ、よいしょ、やめろよ、もう赤持ちすぎやろほんま。映画にしとけよほんま。ミオさん、いや赤ずどんだけ投げんの、赤の警告多すぎん。さあカヨチンちょっと待ってくれ。さあドンキーめっちゃ離れてんな。あいつがもしクラクションとか引いてたらもう負け確定やぞ。うわクラクション引いてるぞあいつ。よいしょ、やられたな。トゲ普通に食らってんやもんあいつ。さあコイン全回収からアイテムボックスへ。さあ周回のアイテムはもう撃つなって、もう貸すしばくぞほんまに。さっきからもう、さっきからお前控えめな発言にしてたけど、お前ええ感じせえよガキ。キラー来た、もうキラー先が良かったもん。うえエンジン点火でお願いします。こっから1位いくからな俺、こっからよ1位はね。3、2、1、ゴー！ なんかさっきからわざと狙われてるよな。おかしいもんな、その俺を悪い人したろうかな、ほんまな。しずえさんやからって言ってなめんなって言って絶対投げられてるよな。腹立つわそういうことするやつ。キャラクターでそういうことすんな。平等に行けよ平等によ。さっきからなんか連発食らって結局10位とかばっかりやん。なめてるよなやってることが。ただのいじめ行為とかさ、そういう感じやんか。仲良くしようや。俺何も悪いことしてない。な、俺が悪いことしてますやったらさ、あのいたずらのガキ潰そうでってみんなでなんのはまだわかるけど、何にも悪いことしてへん。よいしょ。よいしょ。さあ、コインか。よいしょ、ウーブラン交換で、よいしょ、おい。さあ、ドンキーがちょっと苦だったな。おら、うわー、さあ、うわー、悪い字めっちゃ早いねんけど、遅すぎん、これ釣り上げ。ドンキーもびっくりするわ、遅すぎて。釣り上げが遅すぎ、ワロタキュー、もうええって。よいしょ。さあこうなってしまうと厳しいよほんまに。おースターか、打開刺さらへんからな、全然全然追い込み届かへん。そのまま前止まらへんもん、みんな上手すぎて。俺が雷引くしかないな、もう一発。何が出る、無限か。とりあえず全開放で、全開放からアイテム交換、キラ来い。うん、来ないでいく。で、もう最下位なんで、ここはスターはまだ保持やな。よいしょ、無理や、通用してない。さあここはまあまあ、最後までスター保持でゴールまで無敵保証行くしかないよね。ゴー、あー何もなしか、雷がなかったら意味ないもんね。よいしょ、よいしょー、ドーン !11。もうさっきからこんなばっかりや、ほんま。もう怒ったぞ。最後ちょっと悪い字使います。
3, 2, 1, GO。 なんでやねん、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 なんでやねん。さあ始まりますよ、ビクブルーですよ。さあ行きましょう。さあ悪い字、あんたの強さ見せてやれ。よいしょ、早いな、おい悪い字。よいしょ、やめてやん。もうほんまにやめてほしいねんけど、うん、なんか気持ち悪く思えてくる、シンプルに。なんでそんなことができるんかなって、よくそんなことできたなって思うもん。あ、これスターでかいね。うわー、でかいのに、もうもうあかんわ。今日はほんまひどいな、さすがに。やってくることがもう鬼すぎるもん。トゲやな、雷じゃないな。よいしょ、雷ないわ。ここで雷引くやつ出るから、それを回避していきたい。これでよいしょ、仕掛け送らせて、雷なしか、なし、マジで。よいしょ、うわー、ダブル取れない。よいし、もうはぁ、どけガキ、もうマリオカートじゃないわこんなん。もうふざけんな、絶対わざとや。3, 2, 1, GO。 さあ最後ちょっとリベンジ、なんとかねやっていきたいと思います。なんでそんなに赤当ててくんのかな、気持ち悪いよねほんま。なんなんそれ、そう、ようそこまで当てれるな、人間とは思われへんねんけど。人間じゃないよな、もう普通投げられへんしなあ、あかんなって自分で分かることやろ、それぐらい。よいしょ、いたずら好きの小学生とかがもうやってるかもしれんな。でも食らえみたいな感じで、これでも食らっとけみたいな感じで、ガキが甘えじゃんみたいな感じでやってるのかもしれんな、もしかしたら。そうなってくるとちょっと厳しいな、うん。そうなってくると俺が潰れてしまうのはもう必然なわけやから。よいしょ、さあトゲがいったのはでかいが、あ、やめてほんまに。よいしょ、オッケー。さあ1位キノコ王子来たよ。これであれや、お前らのそのいたずら好きの赤は食らわねえぜ。よし、1位やから赤はもう2位のやつしか打つ権利がないからね。よいしょ、さあパックンフラワー不在か、パックンフラワー不在。よいしょ、上にかわしていく、危ね。オッケーオッケー、逃げの展開できた。よっしゃ、これよな、逃げれたら誰だって勝てるし、そんな俺だって勝つ実力あんのに、さっきからたまたまボコモされてただけじゃん。あ、後ろ赤持ってたな、ここで撃ってくるな多分。よいしょ、撃ってくるやろ、撃ってこない、なるほど、それはありがてえな。よいしょ、よいしょ、これキノコ切った方がいいな。てか赤2つ、赤2つは無理やぞ。うわ、やべ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 。よいしょ、GO、 3位残せよ。 OK、 ボコボコプランはなんとか耐えたか。ボコボコプランなし、うん、まあもう十分十分、最後はしっかりとボコボコプランなしで。ありがとうございました、面白かったです。それではご視聴ありがとうございました。